はい、皆さん、突然質問ですけど、皆さんたぬきうどんって大好きですか？はい、どうも皆さんこんばんは、シーザーゲームズのシーザーです。ということでね、行きましょうか。ということで本日ね、使っていく、カスタムはですね、たぬきマリオということで、全キャラ1位企画、今のところ順々に進んでおりまして、1位のね、もう頻繁に、取れちゃってるということでね、本日はね、ついに任天堂から、コーレート部屋に叩きのめされ、今、現在カンストが、います現時点で、はい、これで1位を取れたら皆さんね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いしますということでやってみましょう。はい、非常に、苦になる、レースになるかもしれないんですけど、本当に思いまして、苦になるレースかもしれないが、まあ、しっかり1位叩き出していくよと。あー、出てくんでーす。さあ、もうこのままいくよ。もうこのままいっちゃいます。さあ、コインはしっかりもう7枚、いや9枚回収しちゃってるんで、もういいよ、もういいんです。あとはもう無難に行かせてもらうだけ、あとは無難に行かせてもらうだけなんです。はい、あとはもう相手を惑わすだけというね、そんな感じになっております。後ろもブーメランだけど、俺もブーメラン。さあ、まあこれはまあグライダー軽減してもいいんだけど、ここはまああえて受けといて、まあお前は芝居とくか、お前は鉄火論芝居とくっていう。うわー、強い、アイテム強って話。うわー、待って、お前は一回芝かせて、お前は一回芝切り、これ全然1位あるよ、これ全然1位あります。1レース目から完成いるよ、言っとくけど本当にガチめにいます。さあ、あとはトゲいってもいいんだけど、キノコだな、なんで。まあいいや、後ろはクラクションだね、クラクション持ってるんで、まず赤コーラ1個投げる、1個投げる、なんで。ねえ、もう何やってんのお前、何やってんのお前ら、バカすぎなんだって。もうマジかよ今もう幸先ちょっとあまりよろしくない展開だけど、まあこっからね頑張っていきたいなと思います。一番下ね感想いますんで、はい、結構危ないですけど頑張っていきましょう。さあ、ということで第2レース目は、骨骨砂漠ということで、はい、カンストはまあ無事いなくなったんですけど、8万の重さは、まだ滞在しておりますので、このコーレート隊にね、勝っていけるよう頑張っていきたいなと思います。高評価チャンネル登録もね、もうほんとねチャンネル登録者数が、非常に、増加傾向にありまして、もう非常によろしいんじゃないかっていうレベルでも血取ってますっていう、まあ表現がおかしい。ああ、このチョロ猫さんね、この人が8万のバカモサです。アイテムバグってる、待って、アイテム今やばかったよね。今これ通信落ちたらあのブチ切れ案件です。これ1位取って、あの通信切れたらブチ切れ案件なので、よろしくお願いします。やっぱり決まらない、決まらなさすぎる。 OKOK、 まあまあこれは無難でいいです、無難でいいです。もうああ行くね、タケちゃん、誰よお前、どっから湧いてきた、なんでさっきからキノコしか回ってこないの、キノコしか出ねえんだけど、え、ね、なんで総力抜かされるの、いやもうそれはもうどうしようもうない、待って、何が起きてんの、おー、ちょっと譲り合い発生してんね、譲り合いが発生してるね、譲り合いが、いいよ、回避してあげるよ、こうこう当たり前だろ、回避するに決まってんだろてめえら。さあ時代は1位の時代、さあ8万レートに勝ってチャンネル登録を高評価の方よろしくお願いします。さあ行きます、ガチで行きます。でこれで通信エラー起きたらもうただちゃおうか、ただいけます、ただ俺はオレンジに染まれ。さあここはしっかり赤消しして、もう素晴らしい、素晴らしいんです、何事においても素晴らしい。さあ来てるね、ブーメラン、もうちょい修行しといた方がよかったな、ブーメランな、ブーメランもうちょっと修行しといた方がよかったぞ、いい戦いだった、あとキノコで
頼む。ぶん殴っていいか。頼む。ぶん殴っていいか、一発。いやさあ、ということで、第4レース目はまたしても、平穂鉱山ということで。あ、第3レース目でした。間違えました。はい、ということで、第3レース目で、はい、やっていきましょうか。行きましょう。スタートということで、まあ皆さんね、まあ知っての通り、酸欠が非常に続いておりまして、ちょっとやばいです。はい、ということで、まあちょっとお話とかをしていくわけなんですけど、まあまあそのね、まあ全キャラ1企画の、まあちょっと動画がね、まあちょっと飽きてきたっていう方も多いんじゃないでしょうか。本当にね、同じ企画ばっかりやって本当にすいませんでした。もう時間がね、もうあまりにも取れなさすぎてね、なかなかできない部分もありましたが、なんとかお暇ができた時にはぜひね、モノマネ企画を再度復活させようかなと思います。フォートナイトだけではなく、もうこちらのね、マリオカートにも、ね、モノマネの力を入れていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。で、まあ近々なんですけど、じゅんさん、じゅんゲームズさんが、コラボ動画が、おそらくもうちょっとで上がると思います。まあ一応ね、事前に、撮ってあったやつは、フォートナイトの方は土曜日に上げさせていただきたいなと思うので、皆さんね、ぜひそちらの方楽しみに。そこはチェンの初耳なんだけど。さあ、うん、でそのじゅんゲームズさんとのコラボ、ね、あるんで、ぜひね、土曜日のプレミア公開、ぜひね、来ていただける方、大勢いてくれると、私の方も嬉しく思います。ということで、今のところね、3位ではないです。3位ではないんです。ひどいんです。またひどいんですよ、本当に。本当にひどいんです。本当にひどいんです。ちょっと一旦落ち着かせて。お前ちょ、どけどけねー。ハッシュタグじゃない、スラッシュ。どこでハッシュタグの要素があるんだって。さあ今のところ5位なんだけど、てめえ、お前本当にやってる。さあ、うん、使おう、使って雷どうですか。雷どうぞ、打ってください。打っちゃってください。でドンってよ、ここでドンって。でも荒れすぎじゃね、これ荒れすぎじゃね。ちょっと待って、荒れすぎじゃね。5位でいいよ、もう。もうない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 、もうないか知らねえ、もういいわ、もう適当でいい、もう適当でいい、ゴーイということでね、はい、まあちょっとした雑談も、含めながら走りましたということで。もうレートが高いのよ、この部屋もう。きつい。さあ、ということで、第4レース目やっていきたいなと思います。第4レース目は、BTS ハート系、いきましょう、ということで、スタートということで、まあおそらくね、来週からね、またちょっとネタ系の動画挟みつつやっていこうかなと思います。で、来週ね、ちょっとサワヤンさんがやってるシズエファーストっていうやつがあると思うんですけど、まあそちらの方をね、一本、動画として撮らせていただこうかなと、思います。一回ね、ショートにしたことあるんですけど、それ以外一切なくてですね、あ、まあちょっと動画化できたらいいなということでやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、今日は1位取れるかすごく不安なんですけど、しっかり逆確定数にならないようにだけ気をつけていきたいなと思います。でまたね、6万レートとかでね、異次元がさ、また入ってきちゃったよね、この部屋に。だからもうね、レベルが超絶高い、レベルが超絶高いのよ。え、カリレベル、オーケー、強い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 。雷ケアの後にこれはめちゃめちゃ強いよ、アイテム的に。アイテム的に超絶強く。うわー、ちょっと待って、頑張った。よし、ここで使っていこう。ここで使っていって、前がすーげー詰まってる。詰まっちゃってるんだよね。詰まっちゃってる、もう。詰まってる、もう。愛情が詰まっちゃってんだよ、前に。前に愛情が詰まりまくってんだよ。さあ、6位、いいよ、いいよ、いいよ。もう、このままに。モーモーカントリーのように強くいけよ。さあ、4位だよ、いいよ、もうこれ。もうこれ、もう突っ走っていいんじゃない。さあ、キノコ1個。キノコ1個熱いよ。あとは前がやり合い。前やり合い。目覚ましビンタって人はもうめちゃめちゃ強いです。さあ、
まあ、ここはダブル取っていきます。ダブル取って、うん、悪くない悪くない。いや食らってるね。投げていいよ、投げとけよ。あでもいいよ、めちゃめちゃいい。これ投げられないな、なんで。さあ、これがラストレースになるかもしれませんということで、ラストレースは、サンシャイン空港ということで、行きましょう。スタートということで、ガチでね、疲労が、コンパイしております。さあ、ね、平日ね、もう一番疲れてる水曜日に撮影してるんで、めちゃめちゃ疲労がね、コンパイしております。やっぱね、週の真ん中ってみんなめっちゃ偉いと思う。俺も偉いもん。疲れてる。ちょっと方言でね、こういう言い方になっちゃうよ。どうしても。当ててくんだ。なんですっちゃん。いやーでも今のはさ、ちょっとな、泣いたよ。でもさっきのは。さっきのはだって理不尽だもんだって。理不尽オブザイヤーナンバーワンだよあれ。理不尽ファーストなら1位取れるわあれ。ねえ早く投げてクソゴリラ。ねえお前が投げなきゃ意味がねえんだよマジで。ひどいひどいね。違いだ。もう嫌だもうこのゲーム。もう嫌だもう。もう無理もう。ガチで来てるもう。もう無理だってもう。ねえ。もう嫌。もう嫌だ、もう泣けてくるもん、自分の走りにも。もう嫌やもん。もう1位どんだけ離れてんの、これも。もう慣れるよ、これ。体がもう追いつけない。もう体がね、拒否反応起こしてる。メンタルズタボロよ、もう。どうせ亀山振らないでしょ。ああでもいいね、いいアイテム引いたな。ああ10位まだ全然ある、全然ある、全然ある。これも全然希望あると言っていい。スター使います。で木野さん、うわ強っ。オーケーナイス。亀山持ってるお客さんいないな、まだ使っとこう。もうここ使っていい。もう使って使って使って使っちゃって、もう使っちゃっていい。もう使っちゃって、もう亀山来ちゃっていいんだよ、いいんだよもう。いや、めちゃめちゃ揉まれてるやん。あ、ない。もう終われない。いや、ガチ終われないもん。もうラスト1レースにさせてください。真のラストレース行きましょうか。さあ、ってことで、真のラストレースにさせてください。真のラストレースは、レインボーロード SFC です。さあ、行きましょう。頭が痛い。本当はね、この前にもね、全然カットしてるんですけど、もうね、使えない。うん、一応切り抜いて出してると思うんですけど、あマジで無理、マジで殴りたくなってくるぐらいこいつらうるせえ。マジでもういつになったら1位取れるんですかって話なんだよな、ホントに。普通にこの6番もうめえんだよ、もう普通に。もう頼むよ神様仏様、ガチをお願いします。私の願いを頼む。もうガチで精神面的にね、やられてる。やられてるよ。絶望。絶望、それは。それは絶望。それは絶望。それは失望するよ、今のは。いや、食らってんな。オーケーオーケー、いいよいいよ、いい感じ、いい感じ。あとトゲいって。お願い、俺の願い聞いて。任天堂、任天堂様、お願いします。お願い、俺の最後の願い、ガチでお願いします。いけるよ、いけるよ俺。赤コラ来た、赤コラ来た。投げるよ、ナイス。それやっと、やっといけるよ。いけるんじゃない、いった。うしよーし、終わり終了よし。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また。